皆さんこんにちは。大学受験のための学習お悩み相談室ナビゲーターの本間詩織です。今日も30分間よろしくお願いいたします。天の声さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということですね、今日なんですけども、はい、まあ今更ながらではあるんですけども、予備校に通う理由、メリットについてお話をしたいと思います。今更ですか？今更ですね、はい、今までなんかあんまりそんな話してなかったなって、そういえば思っていて。まあでも大事ですよね。大事ですね、はい、で、まあ、今ですね、実はその、昔に比べると、はい、無料で見れる勉強動画ってめちゃくちゃ多いんですよ、時代的にね。そう、うん、で実際その大手予備校で教えてた人気の講師の先生とかが集まってやっている予備校、YouTube 予備校みたいなのもあるんですよね。へー。そうなので実は学ぶ機会すごく多いんです、はいはい、で昔は例えばその東京とかに来ないと、でも東京でも例えばその予備校の本校みたいなとこに行くと、はい、すごいこう有名な人気のある先生がいっぱい集まってるけど、はい、まあ、地方に行くとそういう先生が来なくてみたいな話とかもあったりとかしたんですけど、はいはいはい、ありましたね。そう。でも今ね、本当ね、このコロナのいろいろな問題があって、その動画配信とか YouTube 配信とか、はいはい、YouTube とかそういったものがすごくこうメジャーになってきて、うん、手法の一つとして使われるようになって、はい、予備校とかその大学受験とかそういったものもすごく変わってきてるんですよ、はい、なので無料でいろんな情報も得られるし、いろんな勉強法も学べるし、なんなら授業も受けられる、はい、というのはあるんですけども、はい、あえてその予備校に通うべき理由ということについて、はい、お話をしていきたいと思います。はいはい。で、これね、私が予備校で教えてた時ってあんまり実感なかったところではあるんですけど、って言ったらちょっと予備校のスタッフとしては失格かもしれないんですけど、はい、自分が改めていろんなことを学ぶようになってから気づいたことなんですよね。はいはいはい、で、こうやって今私もラジオで喋らせていただいてますけども、はい、うん、それでこう喋ったりとかすることもそうだし、その喋ったことを皆さんに告知するっていうことをするときにも、いろんな勉強とかもしてるんですよね。はいはいはい、で、その時にやっぱりこう、お金を出して学ぶ、うんうん、無料で勉強する、はい、独学で勉強する、いろんなことをやってみて、はい、思ったことなんですけど、はい、やっぱり誰かについて学ぶっていうこと、お金を出して学ぶっていうことが割と効率がいいんですよ。はい、はいはいはい。うん、で、効率よく勉強ができるなと思っていて、無料でこうバンバン出しているものもあるんですけど、うん、それで勉強するって実は結構時間食って言ったら変ですけど、取られてしまうんですよね。まあ、意識もね、やっぱり有料だと無料で、うん、違いますよね。変わってきますよね、こちらの側のね。そうなんです、はい、うんうん、なのでそういうのも変わるし、とにかくやっぱね、効率が違う。やっぱりお金を出して学ぶ方が効率がいい。これね、はいはいはい、社会人になって学んだことのある人は結構みんな実感してると思うんですよ、はい、お金で何を買ってるかっていうと効率を買ってるんですよね、はい。わかりやすく言うとあれですよね。高速道路に乗るか、下道で行くかっていう、そういう話ですよね。そういう話なんですよね、うん。なんかちょうど今ね、高速道路無料化が50年先延ばしになっちゃいましたけど。もう、生きてるかな。そう、ないなって思ったりするんですけど、はいはいはい、もうそういうことですよ。そう、高速に乗るか下道で行くかの違いがすごく大きい。はい、まあ中には下道でもすごい早く行ける人いるんですよ。裏道を知ってるとかね。そう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 、はい、いるんですよ。あとなんか車線のね、変更がすごいスムーズな人とかね、はいはいはい、今の時点でこっち行った方がいいとかっていうのをすっごい分かってる人もいる。だから車もそうなんですよ。無料で行っても行ける人もいる。で、これは勉強もそうだし、学びもみんなそうなんですよ。全員が全員有料じゃないといけないわけじゃないんですよ。はいはいはい、だけど無料でも行ける人もいるけれども、うん、はい、でも有料の方が確実なんですよ。まあそうですよね。はい。うんうん、なので、そのね、予備校に通うってことメリットあります。で、なぜそれが重要かというと、はい、もう、時間が決まってるからなんです、私たち。そうですね。うん。で、例えばこれがね、今ね、起業流行ってるからちょっと起業で話しますけど、起業しますって言った場合、はいはい、別にこれ期限決まってないんですよ。うん、まあ自分で好きな期限決められる。まあ例えば1年後とか2年後。はい。はい、で、別にその時点で起業できなかったとしても、まあ、経済的に困る人はいるかもしれないけど、特にそこでなんか、じゃあ別に3年後にしよっかってしても、大してなんかあんまりない、大丈夫なんですよ。はい。だけどこれね、大学受験取られてみてください。はい。
皆さん今ね、高校1年生もしんないし、2年生かもしんないし、まだ中学生かもしれないんですけど、はい、大学受験って基本的に高3の1月、2月、3月なわけじゃないですか。はい、まあ、そこ決まってるんですよ。はい、で、まあ、ごく稀にそれが1年後とか2年後に伸びてしまう人いますけど、はい、基本そこってもうお尻決まってます。はい、ってことは自然と残り時間決まってるんですよ。ですよね。うん。いや、間に合わなかったから来年にしますっていうのが、はい、そんな簡単じゃないですよね。まあ、そうですね。うんうん、はい、まあ、実際してる人はいるけど、はい、そんな多くないじゃないですか。はい、ってことを考えると、この残り時間決まってる中で、はい、自分の思い通りの結果を出す。はい、それを考えたときには、うん、絶対的に、そう、予備校に通った方が、うまくいきます。コスパがいいっていうかね。コスパがいいですね。結果が出しやすい。うん、はい。ということなんですよね。で、あとは、その、予備校ね、まあ、行ったりとかして勉強することで何がいいかというと、うん、はい、インプットの時間が減ります。あ、インプット時間ですね。うん、で、今皆さんね、高校生である程度高校の勉強してるとしたら、はい、やっぱりこう、学ぶ知識っていうのかな、覚えなきゃいけなかったりとか、覚えなきゃいけない公式だったりとか、はい、公式を覚えるだけだったらいいんですけど、例えばその公式を使い方、はいはい、使いがどういうふうに使うのか、どういう場面で使うのかとか、はい、うん、そういうのを、こう、なんだろう、身につけていく、習得する時間って結構かかりますよね。はい、そうですよね。うん。で、単語だって、なんだろう、中学校の時の英単語って、割と簡単に覚えられたりしたじゃないですか。はい、そうですね、うん。なんかもうカタカナになってる単語とかも多いから、はいはい、あとはそのね、スペルをちゃんと見て、そのスペル見て、あ、これが、あ、こういう意味だなって分かればいいぐらいだったんですけど、うん、はいはい、高校で学ぶ英単語とか、覚えなきゃいけない英単語って、その単語自体も、まあ初めて聞きました、うん、みたいな、はいはい。で、それをスペルを見て、意味を、そう、意味もなんか、形容詞の時はこうで、名詞の時はこうで、動詞の時はこうで、みたいになったりとか、はいはいはい、ずっとこう、その一つ覚えるにしても時間全然違うじゃないですか。ですよね。うん。うん、なので、そのなんだろう、こう、覚えることの時間がすごく増える。はい。ただ、一方で、大学受験で問われているのはアウトプットなんですよ。はい。どう出すか。その持っている知識をどう出すのか。はいはいはい。それを、選択式で出すのか、うん、もしくは記述で出すのか、はい、記述で出すにしてもなんかどういうふうに書くのか、はい、日本語なのか英語なのかとかもそうですよね、はい、うん、違うんですよ。だから実はそっちに時間を取らなきゃいけないにもかかわらず、はい、インプットにやたら時間がかかるのが高校の勉強です。で、アウトプットって時間減らせないんですよ、はい、だって自分の手を使ってやることでしょ、頭使ってやることでしょ、うん、そうですね、だからここの時間って実は減らせないんです、はいはい、減らすと量が減るだけです、はい、例えば1時間でやるってことを30分とかでやるっていうのは無理、はい、うん、だけどインプットは時間を短くできるんです、まあ、短縮できますね。短縮できる、はい、でどういうふうに短縮するかというと、要はその自分で整理したりとかする時間を減らす。そこをまあ先生とか、そう、予備校の方にお手伝いをしてもらうということですね。あとは理解する時間を減らす。はいはいはい。で、これ分かりやすいのはね、あんまり言いたくないんですけど、はい、例えば、学校の先生とかで、数学教え方めっちゃ下手なんだけどっていう先生いたりするじゃないですかっていう。いますよね。そうそうそう。うん、そうすると、うん、こう、その先生の言いたいことっていうか、この公式、先生が言った通りすると、え、どういうことだっけみたいなのが、一生懸命頭、その先生の言ったことを理解しようとして、頭を使うじゃないですか。はい、使います。そうだけど、これがめっちゃ分かりやすい先生の授業だったら、聞いただけで、あ、なるほどってなるじゃないですか、うん、そうですね。そうだから、はい、これはどういうことだっけって思って一生懸命自分の頭の中で整理する時間と、聞いて、あ、なるほどってするだけでもかなり違う。確かに、うん、はい、でこの時間をめっちゃ減らすことができます。うんうん、そう。であとはそのノート整理もする必要がないし、もともとその予備校の授業とかであれば整理された状態の授業なので、はいはい、ね、うん、そう、だから自分で整理する必要がない。もう本当に黒板とかだって綺麗に書くことができます。特にね、はいはい、オンラインの授業とか、あと映像の授業、うん、映像の授業ね、結構ね賛否両論あると思うんですけど、はい、映像の授業のいいところって何かっていうと、はいはい、あれもう
決まった授業をきちんとやってるから、はい、なんだろう、まあ、先生にもよるのかなとは思うんですけど、板書とかも決まってるんですよ、綺麗に、うんうん、ある程度こういうふうに書いて、こういうふうに書いて、こういうふうに書いて、まあね、ライブ授業でもちゃんとしゃってる先生はいると思う、はい、だけど板書がね綺麗にされてるってことはそのまま写せばいいんですよ、はいはいはい、まあ、もしくはその板書のものがもう教科書でテキストとしてあるかもしれないけどね、はいはいはい、もうそうだから、うんうん、それを例えばね、普通例えばノートを取るってなった時にどうやって書いたら分かりやすいかなとか、どうこれでどういうペンを使おうかなとかね、ここを色ペンにした方がいいのか蛍光ペンで塗った方がいいのかとか、いろいろ考える手間っていうのがかからず、はい、もう整理されたものがそのまま手に入る、はいはい、でそれも本当にその時間の短縮、はい、になってきます、うんうん、でこういうことでうまく短縮をしていくってことができるっていうのが予備校のメリットです、はいはい、であとね予備校なんですけども、まあ、これもねちょっとやっぱり状況にもよるんですけど、はい、例えば今オンラインとか映像の授業が増えるとどうなっていくかというと、はいはい、予備校の質が上がります、予備校の教育の質が上がります。予備校のね、うん、はい。今までだったら、例えばなんですけど、はい、地方とかの予備校とか、もうね、こんなこと言っちゃうと本当になんか、こう、すごいなんか、敵に回すような感じになっちゃうかもしれないですけど。やめときますか？いや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 、でもちょっと話をすると、はい、なんだろう。例えばその場所に行かないと受けられない、うん、はい、授業、受けられない先生だとしたら、はい、場所の制約がありますよね、距離の制約っていうのがあるから。ありますね。そうなんですよ、うん、なんですけどオンラインの授業と映像の授業はそれがなくなります。はいはいはい。ということは、うん、誰もがその質の高い先生の授業を受けられる。はい。ということは質の、まあ、逆に言うと質の悪い先生の授業は淘汰されていくんですよ。そうですよね。そのやっぱりいい先生の授業っていうのは、まあ、全国どこでも見れるということですもんね。そう、そうなんです。だから、先生たちもそれなりに授業の質っていうのをすごくこだわっていくし、本当にそのプロの中のプロの先生が多分残っていくんだと思うんですよ。で、プロの先生の授業、本当のプロの先生の授業ってどういう授業かというと、その授業を受けただけで全部理解できる。ああ、確かにね。うん。で、これね、前提がありますよ。あなたがそのレベルに適してるかどうかね。そこが前提だし。だから、まずコースをね。そう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 。初心者コースなのか、ね、総計コースなのかとかね。そう、それありますよね。そう。だから、例えば基礎ができてない人が総計の授業を受けたところでダメなんですよ。まあまあまあ。それは先生のせいじゃなくて、あなたの知識が足りないせいなんだよって話だから、それは違う。うん、ただ、ちゃんと自分のレベルに合ってる授業であれば、はいはい、その先生の授業を受けただけで 100% 理解できるっていう授業があるんです、はいはいはい、でそれをプロの先生はちゃんと 目標にしてそれがあるべき授業だっていう風に言ってます。そうですね、はい、うん、でこれね本当に私も今まで携わってた先生皆さん言ってますし、それこそ今でしょって有名な先生も、うん、先生もね本の中でなんだっけね、受験なんとか論っていう本を書いてるんですけど、はい、その中でも言ってるんですよね、はい、授業というものはその授業で全て完結するっていうことが授業で、はいはい、うん、でもしそこで質問が次の後に質問が出るようであれば、はい、それはその講師側としては、うん、要はその質問が出ること自体がダメダメって言ったら変なんですけど、うん、出るべきではない、うんうんうん、みんながそれを理解できるような授業をしなきゃいけないって言ってるので、ね、本当にプロの先生はそこまでやってます、うん、もう質問を許さないぐらい完璧に解説をして理解させるってことですね。 そう、それがプロのあるべき姿だと思ってる。確かに意識高いですね、うんうん、だからそういう授業を受けられるかどうかって、はい、すごく大きいですよね、うんうん、なのでなんだろう、映像授業だから受け身になるからとか関係ない、はい、そういう授業であれば理解できて理解が早いから、うん、例えば理解したものを身につける時間、アウトプットする時間、そっちにどん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 時間を割くことができる。逆に悪い先生の映像授業を した場合は最悪でしょうね、うん、でもそういう先生ね、淘汰されて、本当淘汰されていっちゃうから、はいはいはい、まあ、いなくはないですよ。やっぱり、はい、まあね、私も全然契約とか詳しくないから何とも言えないんですけども、はい、
やっぱりそのある程度先生の授業のその取得率とか、あとそれによる伸びとか、そういったことも含めて多分先生たちの契約形態って変わっていくと思うんですよね。はい、で、授業ってまあそれぞれなんてあって、例えばその分かりやすいか分かりにくいかっていうのもあるし、はい、あとその分かりやすさ分かりにくさも人によってその感覚によっても違うじゃないですか、うんですね、私は A 先生の方が分かりやすいと思ったけど、はい、B 先生の方が分かりやすいっていう人もいるじゃないですか、そうですね、教え方がやっぱりそれぞれ違うので、はい、だそれもあるので、なんだろう、下手な先生とかは少なくはなってると思うんですけど、でもやっぱりそういうなんだろう、自分に合った、はい、本当に聞いただけで分かる授業っていうのを受けられるっていう意味では、はい、うん、やっぱり予備校とかっていうのはとても効率的というか、うんうん、いいと思います。はいはいはい、うん、でそういう授業を有料で取っていくっていうことが大事なんですけど、はい、そうするとアウトプットの時間もたくさん取れるから、アウトプットの時間を取るとさらに成績が上がる、まあ、結果アウトプットしないといけないんですからね、テストはね、そうなんです、はい、しないとね、なんですけど、そうなんです。で、ただ予備校の授業を何が何でも取らなきゃいけないっていうわけではないです。あ、そうなんですね、うん、で全部を全部取ってしまうのもありなんですけど、はい、ただやっぱりその経済的にもちょっと難しいとか時間的にもちょっと難しいっていうのもあるから、はい、やっぱりそれは取捨選択っていうのをしてった方がいいと思うんですよ、はい、でその時にじゃあ何を基準にして考えるかというと、はい、その大学受験を通した時にどうやったら一番時間を使わずに、その最短距離で志望校合格が叶うか、はい、で、よくありがちなのが前にも話したと思うんですけど、応用問題を予備校で取って、はい、基礎を自分でやりますっていう取り方する人がいるんですけど、はいはいはい、それは本当一番もったいない取り方、あ、だから良さそうに聞こえましたけどね。そうそうそう、はい、なんだろう、やっぱり自分でできないところを予備校でやるっていう考え方でそうやって言うんですけど、はい、基本的にその基礎の部分を自分でやるって言っても、もう、なんだろう、簡単、本当にあなたにとって簡単なことだったらすでにできてるんですよ。そうです。できないから、そうそうそう。自分でやるんですね。そうそうそう、そう、うん。だけど、自分でやるって、これは自分でやりますって言ってる時点で、イコール今それはできてないじゃんって話なんですよね。まあまあまあ、そう言われちゃうからね。そうそうそう。ってことは、今できていないこと自体は、はい、もう、できてないってことなんです、それも。確かに。そう。だから、はい、それを早くやっちゃった方がいいんですよ。ああ、そういうことですね。で、そう、うん。で、みんなね、応用問題は難しいからできないって言ってるんだけど、それ今だからできないんだよね。うんうん。で、もしかしたら、今できていない基礎ができたら、その応用問題簡単に解けるかもしれないんですよ。てか、そういう子が多いんですよね。はいはい、そういう子が多い、実は。はい。そう。だから、じゃあ、どっちを取った方がいいかっていうと、例えばなんですけど、はい。基礎を自分でやりますって言って、はい、基礎を自分でやってる。だけど基礎を自分でやっているんだけど、それだけ時間かかるわけじゃないですか、自分でやってるから、はいはい、でそこで時間取りました、じゃあそこ終わってやっとこう、じゃあね、予備校で難しい方の授業やりますってなった時に、はいはい、時間がすごい少なくなってる可能性ありますよね。ですよね。そう、うん、だけど自分で基礎をやらずに、その基礎をそこでギュッて予備校とかの授業で効率よく学んでたら、はい、アウトプットの時間が長くなるわけじゃないですか。そうですね、応用問題やる時間、はいはいはい、でそしたらもしかしたらそれの半分ぐらいはもう応用問題自分でできちゃうかもしれない。はいはいはい。うん、とあと問題って全部解けなくてもいいので、自分がどこまでできるべきかっていうのはそれぞれ違うんですよ。うん、はい。だからそこから先は結構自分で調節ができたりもします。あ、そういうふうになっちゃうんですね。うん、そう。だから、取り方としてはやっぱり基礎っていうか、もう早くに終わらせるべきところをさっさと終わらせられるように、予備校の授業を取るっていうことがおすすめなのと、うんはい、あとは、なんかね、中学校とか、なんだろう、と、感覚一緒なのかな。なんか、とりあえず英語と数学やりますとか。はいはいはい。多いんですよ、予備校の授業。教科ごとに。あ、教科ごとにっていうより、英数をやりますっていうケースとか、英語と国語をやります。うん、まあ、英語と数学が一番多いかな、はい。多いんですよ。あ、そのパターンですね。そうなんですよ。はい、で、いいんですよ。
それ別に悪いことじゃないんですけど、ね、悪いことじゃないんだけど、はいはい、ただ例えば中にはもう私立の文系に行くから数学使えませんっていう子が、はいはい、なんかその学校の勉強のためになんか数学を保険でなんか予備校で取っちゃうとかする子がいて、で確かにその例えば数学苦手な人も多いし、おそらく予備校の授業を受けた方が数学理解するの早いんですよ。まあ確かに効率はいいですよね。効率はいいんですよ、はい、ただただなんですよ、うん、それをどこまで求めるかって話になった時に、うん、例えばこれが大学受験で使いますって話だったらさっきも言ったように何度も言ってるけど、基礎の部分を早く終わらせた方が応用できるよって話になるんですよ、うん、そうですね。そう、はい、だけど定期テストってそこまでなんか応用いらないんですよね。なんだろう、そこまですごい勉強しなきゃいけないわけじゃないんですよ。あ、今そのしかもまあ長い目で見てその場で終わりますからね。終わり終わり終わり、こういうことは言っちゃいけないかもしれないけど、その場で終わりなんですよ、はい、そうですよね。そうなんですよ。だからその先がないの、先が先がない、まあ、しかも科目も受けないってなるとね、本当にそれで終わりで、忘れても下手したら忘れてもいいって話ですよね。そうなのに、基礎を早く終わらせる必要が全くないんですよ、はい、で、あともっとね言うと、もうね言うと、定期テストで取るための勉強ってあるんですよ。あるんですね。ありますよ。だって数学とかなんて、例えば、じゃあ定期テストで、定期テストって基本的に、まあ、なんだろう、いわゆる進学校だったらそこになんかいきなりなんか大学受験の問題とか出してきちゃう人いるけど、はい、あれって週、なんだろう、その範囲ができてるかどうかを確認するためのテストですよね。そうですね。まあ、一夜漬け大作戦でも乗り切れそうな気がしますけどね。で、なった時に、例えばもう範囲決まってます。はい、で、先生が、例えばその、試験問題の3分の2をこの部分から出しますって決まってたら、はい、それ勉強すればいいだけじゃないですか。そうですね、もう決まってるんですもんね。そう、もうね、範囲決まってるの、ね、そう、はい、決まってる。下手したらなんかこの問題から何問出しますとか言ってる先生もいるしね。そうですね、うん、はい、ってだったらそれを覚えればいいだけじゃないですか。そうですね、はい、はい、なのでそうするとなんだ、基礎をギュッてする必要がないんですよ、あんまり。そこの先生がね、ここやりますよってとこだけやればいいだけの話ですよね。そうなんです、はい、なるとそこまでやんなくていいかなというところです、はい、で、別にこれはね、手抜いていいよっていうことじゃないです、うん、勉強時間は絶対必要です、はい、ただその勉強時間を高校の勉強をしながら部活もしながらね、やりながら最短距離で行くためにはどうしたらいいかという話の問題です。まあ、効率ですよね。どこに時間を費やすか、ね。そう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 、はいはい、っていうだけの話なので、うん、なんかそのね、なんかそれで数学をとりあえず取ってますっていう人多いんだけど、はい、その数学はなんかもしかしたら数学じゃなくて英語と国語の方がいいのかもしれないし、はい、英語2つの方がいいかもしれないし。まあ、英語だけで終わらせるのかもしれないしみたいな、はい、それでもいいんじゃないかなと思います。だからうまく活用方法っていうのを使ってみた方がいいんじゃないかなと思います。もったいないですよね、定期テストだけのために。そう、予備校のね、そう、優秀な授業を受けるっていうのはね。まあでもそれでもしかしたらね、数学の面白さに気づいちゃう子もいるかもしれないから、理数系に進もうかなみたいな、ね、そう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 、とかね、あとね、国立行っちゃうかなみたいなになるかもしれないから、それはそれでいい。国立だと必要ね、科目が多くなりますからね、うん、多くなるから、そう必要なんですけど、そうじゃない子もいるから、なんかそのなんだろう、大学受験と高校の勉強を両立させるためにどういう時間の使い方が一番効率的なのか、その時に、はい、効率的って考えた時に一つその有料の予備校の授業を入れるっていうことを考えてみてもいいんじゃないかなと思います、うんうん、確かにね、それは必要ですよね、はい、はい、そうなんですよ。そうで、今ねすごい話しててすいません、私ねこの後に及んであと何分なんだろうと思ってるんですけど、あと何分ぐらいですか。7分ぐらい、5、6分ぐらいですね。はい、ありがとうございます、はいはいはい、でただ今ちょっとねここまでお話をしていたんですけど、まあ予備校のちょっと裏話としてでお話をするんですけど、はい、ただ予備校としてはできれば受験で使う科目は全部取ってほしいなと思ってます。あ、確かにね、うん、でこれですね、別にお金の問題じゃないんで、お金の問題だけじゃないんですよ、はい、まあ、多分確かに全部取ってもらった方が予備校としてもお金は入ってきますっていうのはあるんですけど、はい、あともう一つあって、何かというと、はい、やっぱりある程度、自分のところで授業を取ってくれていれば、今この子がどういう勉強をしていて、はい、どういう状態で、あと残りどういうことが必要かっていうのを全部の科目で見ることができるんですよ、はい、
で、例えばこれが英語だけ取ってますっていう状況になると、うん、英語の状態はわかるし、英語で必要な勉強っていうのは話はできます。はい、だけど、実はその子が数学、まあ国語と、まあ文系でいくと国語と社会とあるとしたら、はい、社会にどれだけ時間を使うかどうかとかを確認することができないのと、はい、あともしかしてその子は社会の方にもっと時間を取らなきゃいけないかもしれないのに、うん、英語だけでちょっと終わっちゃってる可能性もあるんですよね。はいはい。で、こちらとしてもある程度コントロールができないというか、はい、本来やっぱりその、受験って合格点、合格最低点があって、合格最低点を超えれば受かる。はい。ってことは、それをどうやって取らせるかって話なんですよね。うん。ってなった時に、今残ってる時間の中で、どれを一番重点的に勉強したら、一番それに近づくかっていうパズルをしてるわけですよ。パズル。パズル、そうですね。そう、パズルをしてるんだけど、うん、でもそのパズルがしにくくなるんですよね。どうしても一つだけになっちゃうと。そうですね。情報が少なくなっちゃうから。確かに。そう。だから、取ってほしいっていうのもあるし、はい、あとは単純にやっぱり予備校で授業を取ってくれれば、勉強時間増えるじゃないですか。そうですね。そう。だから、そういう意味で取ってほしいっていうところはあります。はい。で、ただ、あるにしても、やっぱりその皆さんのね、状況とかいろんな状況に合わせて、うん、なんだろう。授業を選択するっていうことはあってもいいと思いますし、まあ、すべきだと思います、うん、ただその時になんか取り方とかをちょっとねさっきみたいに応用問題取っちゃうとかっていうよりも、はい、本当に最大限その成績を伸ばすために必要な授業をどうやって取ったらいいの、どこにお金を投資するかですよね。そうですね、うん、っていうことで考えてほしいと思います。まあ、吹奏団はね予備校のアドバイザー的なポジショニングの方もいるわけですよね。そうです、そうです。はい、で、そういうことでちゃんと話もできるんですよ。はい、例えば、まあ、予算的にこうです。はい。その中でどういう勉強したらいいですかって聞き方もありです。ああ、なるほどね。うん、ありだと思います。はい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 、だってもう人それぞれで状況が違うので。そうですね。うん。はい。だからそういうこともできると思うので、ぜひですね、そういう勉強の方法も使ってみてください。そう。あとね、予備校の授業とか、その動画とか、独学でやる場合のね、一つデメリットって何かというと、はい。まあ、その子が1を聞いて10分かるような子だったらいいんですけど、はい、1を聞いて1、まあ、もしくはそれよりも分からないっていう子だと、独学でやると変なとこに行くんですよ、こう。変なとこにグッズは変なんですけど、はいはいはい、いや、こういうふうに覚えてほしいところを違うとこ覚えちゃったりとか、はいはいはい、あとは、自分でやるって、まあ、参考書とか問題集買ってきてやるってなった時に、はい、なんか、重要なとことそうじゃないところがちゃんと区別ついてないとか、はいはいはい、まあ、一応ね、うん、重要なとこ、そうじゃないところって色とかで分けられてるはずなのに、はいはい、全部覚えなきゃとか言ってたりとか、うんうんうん、なんだろう、ほんとなんだろう、あさっての方向に行ってるんですよ。まずいですね。そう。だからそういうことが起こりやすい。それも、今の時点で勉強に対してちょっと、なんか、自分がちゃんとできてないな、なんだろう、うまくいってないなっていう子は、そういう方に行きやすいです。はいはい。多分、一部聞いて10を知れる人は、多分今の時点で予備校に通うってことは多分考えてないと思う。ああ、確かにね。悩んでないですね、勉強で。はいはいはい。そう。だけど、多分今予備校に通おうかな、どうしようかなとか、あとちょっと勉強で困ったことがあるなっていう子に関しては、多分1を聞いて、字を知れるタイプじゃないはず。はい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 。だからそういう子が独学とかでいろいろやろうとすると、なんだろう、効率が悪いレベルの話じゃないよね。違う方向に行ってる可能性があるから、はいはいはい、それがすごいもったいないと思う。確かにもったいないですね。もったいないです。だから、うん、なんだろう、もう最短距離で行ける勉強をお金出してでもやった方がいいです。まあ、そんだけ聞くとね、やっぱり行かないと、うん。だいぶ遠回りになっちゃうかなっていうのは思いますね。そう、だからね、それをね、うまくね、利用してほしい。うまく利用するって話です、予備校を。はいはいはい。なので、そういう勉強の仕方をしてほしいなと思います。でね、はい、投資、まあね、投資って考え方もどうかと思うけど、投資なんですよ。もし、それで、例えば皆さんの志望校が、変わるとしたら、まあ、志望校じゃないです。行く学校が変わるとしたら、はい、それでも全然違う世界広がってくるじゃないですか。そうですね。そう。それを考えたときに、うん、じゃあ、今お金を払ってやることが、はい、まあ、高いのか安いのかっていう言い方もちょっとあんま好きではないんだけど、はい、価値があるかどうかですよね。
まあそうですね、うん、はい。価値があるかどうか。はい。うん。それを、そういう目線でちょっと考えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。そうですね。まあそれでね、自分自身で決めてもらって。はい。はい。まあね、あとね、お父さんお母さんと相談するってこともあると思うんですけど。そうですね。はい。なんですけど、本当にね、予備校ってお金を払うだけのメリット絶対あります。はいはい。なので、それをどこでどう使うのか。うんうん、ということを考えてうまく活用して最短距離で皆さんの第一志望合格を勝ち取っていただきたいなと思います。いいですね、はい、はい。ということでそろそろ時間かなと思うんですけど、そうですね、時間ですね、はい、はい。ということで今日のお話は以上で終わりにしたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。